はい、始まりました、マルシャブレディオ第1回目ということで、いやいや、マルシャブレディオ。じゃあ、自己紹介から、ではマルちゃん。あ、はい、エレキングというバンドやってますギターのマルです。いや、よろしくお願いします。ではシャブちゃん。シャブって呼ばれてますね、これ。おしゃぶおしゃぶ大丈夫なんですか、ね、あの、シャブって。大丈夫ね。これ大丈夫ですかね、後で引っかかったりしないですかね。引っかかったりしない。ね、僕ですね、ザ・クリエイターとアチョーというバンドでベース、コーラス担当しております。はい。OKD。普段は OKD と呼ばれたり。あ、OKD。そう、シャブと呼ばれたり。そんな感じですね。はい。よろしく。イェー。そして、で私、まあ、なんかね、カツ&ブレインバスターズとか、最近はカツ&ソリューションズとか、まあ、ソロ活動とか、いろいろな中でやっております。一応、この番組の、企画、発案ということで、チェルノブイリ活動と申します。よろしくお願いします。チェルノブイリ活動。チェルノブイリなんだ。そうだね。昔の、うん、あのバンドメンバーが、決めたんだ。俺の名前を。そう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 。みんな大概すげえ名前ついてるよね。マルちゃんあれでしょ。いやいやいや、二人だけですよ、すごいの。マルちゃんマルマルしてたから、そうそう、マル100キロぐらいありましたから、昔。本当に本当に本当に100キロ本当に100キロすごいよね。もう、撮っときたかったっすもん、あの、雑誌の後ろのビフォーアフターみたいな感じのおーおースッキリみたいな、あのすごい本当ですよ。すごいね。それ何年ぐらい前なんですか。あれは、そうだね。いや、10年ぐらい前は、そうだったよ。うん。全然想像つかないな。100キロでしょ、だって。なんか、今、スリムでね。黒いしね。ね。なんか、いや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 。すごい、ね。ちょっとマッチョだしね。ね。細マッチョでいい感じなのに。全然想像つかない。いや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 。あの、デブだった。デブ臭がしてきたぐらいでしたから。夏になって、あれとかと思って自分で思う。そう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 。ああ、そっか。じゃあ、皆さんがセレクトした、一応この番組はですね、日本のインディーズと海外のインディーズをかける番組、紹介する番組なんですが、まあ、皆さんが今日は持ち寄ってくれたやつをね、一応この3人がメインパーソナリティということでマルシャブレディをお送りします。よろしく。はい、ではこの曲は、エレキングでロックノルヤングです。聴いてください。
いやーってことで、エルキンラクロンオーヤングってことですね。そうです、ありがとうございます。はい、どういう曲ですか、どういう感じの。あ、これはあのー、女、あ、ある女の子を好きになったんで、その時に、うん、その子をイメージで作りました。あー、あ、あ、君の曲なのね。そうです。まるちゃんの曲だそうです。ねえ、どうですか、シャークちゃん。ねえ、これもうすぐ、もうすぐ来るよ、これ。まるちゃん、まるちゃん久しぶりや。あ、ね、ここはマルちゃんシーン、マルちゃんシーン、マルちゃんパートがあるということですね。なんかシャッフルで、なんていうんですかね、こう勢いがある、ね、ノリノリな、ノリノリな感じですよね。僕これいつもライブの前、ステージリハあるじゃないですか、このベースラインで音作ってます、うん、本当にマジで、A ちゃん、 A ちゃんの。あ、でも、そうだね、聞いたことあるかも。そう、これね、よくやった。本当、うん、これいつも俺これでやってます。あ、そう、そう、それぐらい僕もこれ大好きな曲ですね。おお、すごい。知らなかった。そういうのもっとバンバン言ってよ。そうだね、そういうことは言った方がいい。言ったらね、そう、そうそうそう、なるほど。ちょっと本人に届いてなかったから。今ここでね、電波を通じて。ああ、それはありがとう。はいはい、熱い役所が。そうですね、ということで、エレキングのロックローヤーグ聴いていただきました。次の曲はシャブちゃん。はい、じゃあシャブセレクトでザ・クレーター Love You Baby。 Yeah, Love You Baby。はい、ということで、クレーターで Love You Baby 聴いていただきました。シャブちゃんがあえベースをやってるバンドですね。そうですね、ええ、ね、うちの、はい、これ僕個人的にはこの曲すごい好きで。ああ、なんかね、そう、入る前からもちろんある曲なんですけど、うん、はいはい、そうそう、僕まだ入って半年ぐらいなんでね。あ、そうなんだ、そうなんだ、意外やね。ああ、そっかそっか、そうなんだ。そうそうそう、なんかでもイントロは聞いたことある感じだよね。そうですね。あ、どっかでね。うん、なんかこれ持ってくんだ、ベッタベタなと思ってちょっとびっくりしちゃったんですけど。いいやでもこんな、なんていうの、こんなね、イントロが、ね、ロックな感じなんだけど、ね、実はこのポップポップってね、そう、こ、ね、の組み合わせがね、そう、なんかいいっすよね。ね、そう、店長とかびっくりします、びっくりする、ああ、ここだとかね。
おおとそういくのかみたいな感じで結構ね、あうん、そうね、さちゃんとサビがね、うんうん、すごいねこのポップな、歌い出しとかすごいですよ。だって君と僕とは何でもない、あ第一行目、なるほどね、人のね、なるほどね、そうそうそう。ライブいつですか一番、次ですね、一押しイベントが8月5日ね、これ日曜日なんですけど、はいはい、新宿モーションで月刊ザ・クレーター、いや、これ次回、5回目ですね、今年入ってから月刊でやってるんですけど、はいはい、これね、ちくわテイスティング協会とか、お素晴らしいバンドが出る、話題の話題の、ね、そうそうそう、ぜひぜひ、なんかディスクユニオンで売り上げ一番になったっていうらしい、ちくわテイスティング協会、そうそうそう、ね、あクレーターよりもいっちゃってるぞこれね、これ収録されてます、うん、ミスターマッチポンプザ・クレーター、はいはい、これもディスクユニオンで買えますんで、ぜひ皆さん検索してみてください。はい、わかりました。ザ・クレーターでラブユーベイビー聞いていただきました。何変顔の話ね、変顔の話ねタビトさんの、うん、あだからライブをね見たことないから、うん、今あのメンバーがね、そう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 、あの驚くといけないんで、うん、やっといたんですよ。あーなるほどなるほど、パフォーマンス的なこと、俺あの別にライブ中じゃなくても席入れる席入れるのができんでそうっていうのは、ね、自在な自在なすごかった、うん、衝撃的だったもん本当にシャブちゃん見たことあるもんね、うん、俺も何回も見てますね、なんまあ本当そうだね、何回か見てね、ジェニファーの最初俺企画に呼ばれて、うん、そう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 、その時にカツオさん出てたんですよね、 KBB でね、そうですね、そうなんだ、そうそう、不思議だね、こういうふうなあの縁で繋がるんだね、そうそうそう、だからまあ見てるよね、うん、ぶっ飛んだ人いるなと思ってさなんだろうなと思って、そうなんだこの人、そう最初もう近寄れなかったもん、逆にすげえかっこいいんだけど、ライブめちゃめちゃかっこいいんだけど近寄れないっていう押されちゃった、ね、逆に、うん、ライブやる前はすごいなんかビビっててみんな見てて、まあ、話しかけてこないんだけど、ライブ終わったったに話しかけてくる人いるね、あーあーそうなんだね、確かにそうかも、なんかね急に親近感湧くみたいな、あそうかも、まあ、そういうこともあったりね、うんマルちゃんも結構暴れるよね、暴れってかなんか暴れ、まあ、うん、何も考えてないですけどね、なんかエレキングのなんか特攻隊長って感じで、まあ特攻隊長ですねそうそうそう、ギターソロでなんかねマイク持ったままもう前出てっちゃうもんね、マイク持ってギターソロ弾いてる、それでマイクスタンドでスライドするってのがね結構衝撃的だったんだこれね、やりましたね、うん、あとマイクでもスライドをやりましたね、ああそうそうそう、マイクでそうそうそう、はい、やったり、滑るもんなら何でもできる、何でも、そうそうそう、滑るもんなら、ね、ローション塗ってもできるもうツルツルすればツルツルでいくんだよ、ツルツルっすよ今度ね、そういうそう、やってみても大丈夫ですね、缶ビールでもできるし、ああ、うん、できますね、できます、もう本当にそうそうそう、さあ、うん、ブルースは、うん、あ、ブルースは道具じゃないっていうかね、あ、そう、そう心だブルースっていう、そうえ、何目の前に何もないです何ですか何なんかいや、今言おうとしたこと言う、ま、全く言われちゃったから本当に、うん、本当に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 マジでいやいやいや、ね、大切ですよね、うん、大切ですね、気持ちがイエーイはいはい、次の曲は、はい、次の曲は俺の大好きなバンドジェニファーで哲学です、イエーイイエーイ、こんな街果ててもやるない「こんな家にいてもやることなんかない」「脳が後で吹かせてやるぜ」「そんな大きな心はないさ」「映画みたいな恋がしたいな」「そんな突破口だけで生きて」
遅れの男がいるぜ、ここにいるんだぜ。映画みたいな恋がしたいな、そんな突破口だけで生きて ということで、ジェニファー哲学を聞いていただきましたね。じゃあボーカルの、はい、高橋千尋くんが千尋くんね、普段そんなにまあイケメンではないんですよ。でいやイケメンではないんですけど、でもあのめちゃめちゃねこう一生懸命歌う感じとか、はいはい、あのねライブ終わった後はかっこよく見えますよ。おあいいよね。あるね。なんかね、まあ俺は結構みんなよりももしかしたらジェニファーは知り合いが長いんですけど、早いですよね。そう、6年ぐらい前から知り合いで、うん、まあだからなんだろうね、まあそのうちのもうその時のボーカルの知り合いだったんだけど、はいはい、なんかねとにかくねすごいんだよね、吸収したい欲求みたいのが。ああ、はいはいはい。でうちらのライブに来てもなんかこうなんていうのかな、気迫が強いんだね見てる。次の曲はシャブちゃん。イエス。じゃあこれはスチュアートでセカンドアルバムウェルターからカラ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 。はい。スチュアートセカンドアルバムウォルターから1曲目のカラカラです。初めて聞いた。カラカラってどういう意味なんでしょう。どういう意味なんでしょうね。これこれね、ボーカルの水島君とあとドラムの郷田君と僕仲良しなんですけど、はいはい、ね、ね、加藤さんも実は去年、あれ去年2年前の夏、うんうん、ね、下北 KBT で、ね、あの先ほどのジェニファーと打ったイベント、はいはいはい、ね、下北沢超爆発ファイヤー感じで実は一緒に対バンしてるんですよ。そうなんですね。そうなんですね。まあね、かっこいいんですよこのバンド。そうだね、ね、すごいね、まあまあ、直接話したことないんだけど、まあ、そうか、そうですね。今活動停止中、じゃあね、ベースが今、まあ、ずっとサポートで、はいはい、それが抜けちゃったんですよ、はい、で今度は、まだはっきりしないんで分かんないですけど、はいはい、まだ活動再開すると、はははは、声を聞いてるんで、あ、そんな情報も、そう、でこれはぜひ紹介しておこうと思いまして、おお、僕の大好きなバンドですね。かっこいい、かっこいい、ね、とカラ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 、これはね、やばいですよ、うん、まあ、メンバーは、3人3ピースですね。おお、スモレさんギターボーカルと、そう、今ドラムがいます。はははは、そうそう、3ピースって結構多いね。最近多いですよね。最近多いね。3ピースはやっぱりね、俺も3ピースずっと好きだったんですよね。はいはいはい、自分も。ああ、そうだ、ベンフィカもそうだったんだね。うん。だね、うん、だギターボーカル、ベースボーカルみたいな。はいはいはい、で、ドラムのね、はいはい、格好が一番こうシンプルでいいのかなとは、勢いが出てね、うん。っていうのは思ってますね、かっこいいバンド多いもんね、3ピース。ね、3ピースでかっこいいバンドって本当多い、最近。多い。チャットモンチーとか。チャットモンチー。あれ2人か。そう、そこ第一声、チャットモンチー出る。
あれ二人になっちゃったんだね。二人になっちゃったね。そうそうそう。あ、でも二人になっても、あのドラム、ベースがドラムになってもやってくる、あの、気合いがかっこいいっすね。あの二人になってからのが好き。おうん、なんか俺も好きですけど、澤田美さん意外だやっぱり。なんで？いやーね、意外だよね、澤田、うん。そうかな。そうかな。あ、本当に？加藤さんぶっ飛んでっからな。まあちょっとまあ予想不可能だね。うん、ちょっと僕らのあれは、うん、はみ出てるからな。お、そうか。そう。かっこいいよね。かっこいいですね。じゃあスチュワートで、じゃあこれからを聞いていただきました。Yeah.はい、マルシャブレイリーやってきました。やってきましたね。これはですね、私がやってたバンドカツアンドブレインバスターズ、テキサスダイナはい、ということで、カツアンドブレインバースターズ、テキサスダイナーを聴いていただきました。うん、いいですね。ありがとうございます。これはいい。いやいや、もう今やってないですよ。やんないですかね、これ。いや、もうね、うん、年齢的にちょっとね。ちょっと、まあ、まあ、それは、切ない。ねえ。でもこれ、KBB ってやっぱりずっとこのスタイルなんですか？ベースです。そうだね、もう、うん、まあ、当時から、いや、適正当時はベースがいて、それで、まあ、ベースがいてやってたんだけど、あの時3人でやったら面白くて、あその時は俺がギターでドラムの人がいて、アキアボーカルで、おー、アキアさん、だから3人で、そこから3人になっちゃって、で一瞬ベース入ったりしてもなかったけど、また3人になって。ということで、カツアンドブレインバスターズ、テキサスダイナーでした。Yeah. はい、ということで、マルシャブレイディオ第1回、お送りしてまいりました。楽しかった。最後は、エレキングのセドリックという曲を、そうです。はい、かけてます。聴いてください。はい。聞いてくださいって、これあのもうトークで終わるんで、あ、そうなんです、ちょっと段取りにミスが段取りにという感じにしようかな、うん、どうでした？ねえ、これ楽しいですね、こういうの楽しい、ねえ、みんなで飲みながらちょっとそうだね、うん、初で、なかなかちょっと俺は不器用だけどいや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 、2人すげえなーと思いながら、全然もうそうだね、俺の友達のバンドとかも、もしかしたらゲストで、あー、いいっすね、っていうのもあるし、あとみんなの友達のバンドとかもね、ぜひゲストどんどん、どんどん来たらいいよ、楽しいから、そう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 、で、まあ、日本のインディーズを盛り上げていきましょう、いいっすね、感じね、なんか告知とかあれば、エレキングは、あ、エレキングは7月31日に、テーブルウィーでやりますので、下北沢 KBB で、そうです、よかったら遊びに来てください、オープン何時とか、あ、イベント
あ、あ、普通の普通のライブ普通のライブになります。普通のライブ、下北さん、KBB で何日ですか。はあ、何日な、31日です。あ、7月31日に、エレキングが、下北沢 KVP でライブを行うということで、皆さん、よろしければ足を運んでいただきたいということですね。はい、まーす。はい、まあでも楽しいね。いいっすね。なんか、なんていうのかね、こういろんな曲聴けるし ね、知らない曲とかも聴けるし、そう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 、みんなどんなの聴いてんのかね、わかんないよね。そう、まあ今日は友達バンド特集みたいな感じだけど、うん、そうそうそう、まあ、まあ、第1回目なんでね。そうだね、いろいろやっていきたいですね。いろいろね、だからね、企画っていうかコーナーとかなんかコーナーね、コーナーを設けてですね、特集コーナーをね、そうコーナーとか、あとなんだろうな、ね、口ギター大会やりたいんだよ。ワン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 とかね、ほらエアギターとか、はあ、口ドラム、あ、ビートボックスとかあるけど、口ギターってあんまないじゃん。ああ、だから口ギター大会とか、いいね、選手権、そうそうそう、選手権開催やりたいなとか考えてるんですけど、有志募りましょう。有志募ってね我こそ口ギターの、我こそっていうのも、はい、口ギターのね、そう、ぜひこの収録現場に、そうそうそう強者ですみたいな人が集まっていただければね。いいですね。はいはい、まあそうですね、ちょっと時間があるんですね、まだ少し、ね、うん、はいはい、なんかありましたらどうぞ。あとどうですか。あ、じゃあ俺も告知しちゃおうかな。あ、どうぞ。はい、あの僕ね、あちょまず、あ、もう終わるんじゃない。終わるよあれ告知は告知する。うん、どうぞ。あ、ほんと終わっても、終わってもする。うん、あのあちょがまずですね、8月4日土曜日、これ下北沢モザイクで、はいはいはい、ユナイトツナイトっていうイベントを、ね、開催します。はいはい、僕の大学時代の盟友ですね、はい、YK 率いるウェアラーというバンドが、ダンスバンドが出まして、はいはい、であとね、ミルキータンジェルっていうね、これもツインボーカルの、はいはい、ウェアラーもそうで、アチョーもそう、はいはい、実はツインボーカルの、男女ツインボーカルのバンドが集まってやるイベントで、うんうん、これ1階の下北沢モザイクって1階フロアがこうテラスみたいになってるんですよね、はいはい、そこで餃子焼いたりとか、ほうほうほう、そう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 、焼きそばも出るのかな、そう、フードもあったりとか、ははは、そうそうそう、そんなちょっと夏祭り的なイベントを、そう、いいっすね、オープンにしたって、で1階はこれ無料で入れます、うん、でライブスペースはチケット代かかりますけど、はいはい、ね、みんなプラッと寄ってもらえるんで、ぜひ下北沢近辺の方は、ね、ぜひ遊びに来ていただきたい、遊びに来ていただきたいということで、下北沢モザイクですね。そうですね、はい、はい、でこれね、もう続けていいですか。どうぞ、どうぞ、ね、この次の日、さっき言いましたけど、はいはい、月刊ザクレーター、はいはい、ね、新宿モーション、はいはい、これ 2days なんで、僕個人的には、おー、そうですね、そう、もう、はいはい、イベントイベントイベントで行きますんでよろしくお願いしますね、はいはい、今年の夏は、はいはい、OKD OKD 祭り、 OKD 祭り、行くね、間違えた、間違えた、ダメだよ、 OKD じゃん、シャブだ、シャブシャブ祭りだよ、シャブ祭りだよ、シャブ祭り、やばいね、やばいね、単語的にやばいでしょ。いやー、じゃあマルシャブレイディオ、また次回までごきげんよう。